皆さんおはようございます。報道各社の皆さん、そして関係機関の皆さんには大変お忙しいところ、定例記者会見にご参集いただきまして大変ありがとうございます。最初に、ちょっと配置を変えさせていただいたんですけれども、今まで各課にご質問がございますと、記者の皆さんから横を向いて質問をしていて大変失礼だなというふうに私思ったものでございますから、一回こういう形でさせていただいて、また何かあればご意見いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。令和4年度の最後の月ということで3月に入っておりますけれども、また議会開催中でありますが、新年度予算について丁寧な説明をしながらまた議論させていただいて、令和5年度の事業に向けてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。また先週といいますか、特に週末でありますけれども、ゆいのあかり雪人祭り等のイベントが開催されております。それを含めまして各地域で本当にいろんなイベントが、冬のイベントが開催されておるわけ、おったわけですけれども、体が一つであったんですが、できるだけ参加をさせていただきまして、それぞれの場所で大変多くの方が、笑顔で、また3月の13日のマスクの関係ですとか、5月8日のことですとかも皆さんが分かっていらっしゃるのかどうか分かりませんけど、本当に明るい表情で、大勢の方が笑顔で過ごされていたということでございます。特に100ワットについては、県外の方も大勢いらっしゃって、横浜ナンバーですとかさまざまな方たちが、一緒になってこう楽しんでおられたのがとてもこう印象的でありました。また今の時期卒業式が開催されておりますけれども、先週からこの中学校の卒業式に参加をさせていただいておりますけれども、3年生はもちろん卒業生3年生ですけど、3年間コロナで始まって、そしてコロナ禍でのこの卒業式ということで、行く前、そこの中学校に行く前まではなんか気の毒だなとか思いながらこう行ったんですけども、その卒業生また在校生の皆さんが盛んに行ってたのが、そのコロナ禍でのこの太い絆ということを中学生の皆さんが、挨拶といいますか、中でこう一様にしてこう言っておられたことが、印象に残っています。特に文化祭ですとか運動会ですとか形は変わってるんですけども、どういうふうにやったらできるかということをみんなでこう考えたということで、本当に明るくといいますか、逆に、子どもたちにとってはまた太い絆ができたんじゃないかなというふうに思っていますし、印象に残っていますし、また頼もしく思ったところであります。まあ、これからまた3年生ですので、それぞれ道を歩くわけですけど、別れと出会いがあると思うんですが、出会いを大切に感謝を忘れないで、たくましく育ってほしいなというふうに思っております。今日は報道資料として、4項目ということになっておりますけれども、私の方からはその1番2番について、お伝えさせていただきたいというふうに思います。1点目の市のホームページのリニューアルについてでございますが、就任以来私はこう市民の皆さんに正しい情報をもっと分かりやすくこう伝えるということ、また地域外の、県外も含めてでありますけれども、多くの皆さんに魚沼市の政策的な魅力、あるいは魚沼市のさまざまな魅力をこうしっかり伝えるという点で、効果的な情報が、発信ができていないんじゃないかなというふうに思っておりましたし、もっと発信ができるのではないかというふうに思っておりました。その一つがホームページということでありますけれども、
そのホームページのリニューアルを今月20日から全面リニューアルをさせていただくということでございます。市民に正しい情報を分かりやすく伝えるということは、行政サービスの周知、その利用を促進し、そしてまた市民にとって必要な行動を促すということにつながるというふうに思いますし、また地域外の方に魚沼市の魅力をしっかり伝えるということは、子育てやそして UI ターンの促進、あるいは人材の確保、企業誘致、観光客の獲得するということにもつながるというふうに考えておりますので、結果的にそういうことが市の収入増加やさまざまな分野での活性化につながるというふうに思っておりますので、このホームページのリニューアルを進めておるわけでございます。魚沼市民の安心安全な暮らしと魚沼の活性化のために、この情報発信力の強化というものは不可欠ということで考えておりますので、このホームページのリニューアルを進めてきたということでございます。どなたでも利用しやすいという、そしてまた統一感のある構成、そしてデザイン、目的とするページに迷わず速やかにたどり着ける、そういったホームページに仕上がっているというふうに思っております。またこの後担当課の方から詳しく説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それから2番目の項目にありますけど、 DX の推進方針の策定についてでございますが、市民生活のこの中においては、すでに SNS ですとかオンラインショッピング、そしてまたキャッシュレス決済といったものが浸透しているわけですけれども、魚沼市のこの行政窓口には多くのこの手続きが平日のその会長時間に限ってといいますか、に来庁していただいて、申請書に手書きで記入する必要があるといったことから、市民にとって少し不便な状況にあるということがございます。また多様化する市民ニーズと比例して、市職員の事務量が増加してきている中、限られた人員といいますか、定員適正化ということもございますけれども、その上で市民に寄り添った行政サービスを提供していくためには、やっぱり従来の制度や体制、業務の在り方を変革しながら、事務の省力化を進めていく必要があるということでございます。そうした課題を踏まえて、魚沼市においても市民のこの利便性の向上、そしてまた行政運営の効率化を実現を目指して、魚沼市のデジタル社会の実現に向けた推進方針を策定するということとしております。これもまた後ほど詳しく担当の方から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。私の方からは以上でございますが、よろしくお願いいたします。